コーセンス8のプロモーションのケースをね作ってるところあるんですけど、このねアルミの削り出しみたいなやつがね、これがねなかなかいいんですよね。今年もいよいよこの季節やってきましたね。シャープアコーセンス8、来月かな、来月発売ですよね。これねもうかれこれここ4、5年ずっと使ってるんですよ。毎年新しいのに変えてね。で毎年そうなんですけど、だいたいね11月の初旬にキャリア版が発売されて、で11月の下旬ですね、20日前後ぐらいにシムフリー版が出るっていうパターン多いですよね。でいつもねここのところは 2,3 年はずっとシムフリーのやつ使ってるんですけど、アコースはねセンス4ぐらいから使ったのかな。これね電池持ちがいいんですよね。なので小型の割にバッテリーが大きいので、まあそこが良くてね使ってるんですけど、なんかねアコースのねセンス4かなんかはすごい電池持ちが良かったっていうのが、満タンにしてね会社行って普通に使うじゃないですか。まあそんな頻繁に使わないですけどね、通勤で使ったり、あと昼休みに使ったりして、で就寝前の残りがね70とか80なんですよね。だからまあキャッチコピーにあるように1週間持ちとかっていうのは、それは現実的なデータではないんですけど、まあほんとね2日ぐらいはね普通にね結構使う人でも持つんじゃないかなっていうふうに思いますね、これね。で今回はですね、これ外観は変わんないんですけど、この SOC ですね、これがね 6Gen1 になってるんですよ。なので、ね、ここがねどんだけサクサク動くようになったかなっていうのはちょっと期待するんですよね。あとまあメモリとストレージは変わらずですね。でねこれバッテリーがねまた増えてるんですよ。 4570mAh から5000ですね。これソニーにぶつけてますよね、エクスペリアに完全にぶつけてると思うんですよ。あとカメラがね光学のね手ブレ補正がついてるんですよね。だから割とその外観が変わらない割には中身かなりグレードアップしてますよね。僕ね小さいの好きなんですよ。小さいの好きっていうか、持ち歩く時にはこのサイズ感っていうのはいいんですよね。実際使う時は当然その大きい方が見やすいんですけど、持ち歩くのはね小さくて軽い方がいいんですよね。であとねこれもう一つ好きなのが金属筐体ですね。ここのミドルのクラスって割とプラスチック製が多くて、ソニーとかねハイエンドになると金属筐体使ってるじゃないですか。で今回 iPhone なんかはねチタン使ってるんですけど、これねミドルクラスでもきちっとアルミの素材を使ってるんで、そこが好きなんですよね。なので金属すごいやっぱり好きなんですけど、それ手に入れようと思うとハイエンド10万以上とかねしちゃうんで、これはねそこが好きでなんかずっと使ってるような感じですよね。これアコーセンス8のプロモーションの YouTube に上がってる動画なんですけど、このケースをね作ってるところあるんですけど、このねアルミの削り出しみたいなやつがね、これがねなかなかいいんですよね。ただデザインはね、この前面のデザインはパンチホールの方がいいんですけど、これ雫型なんですよね、カメラ。それでねギャラクシーとかピクセルみたいな感じのデザインだったらね言うことないんですけど、でスマホのデザインで一番好きなのがこのピクセルとかギャラクシーみたいなパンチホール先端にあるやつ、これ好きなんですけどね。なのでアコースセンスもねこのデザインになってくれたらいいのにっていう思いはあるんですけど、これねなんでいいかっていうと、この枠がね全部あって、なおかつインカメラがセンターに来てるから、これスッキリするんですよね、全部この枠があるんで。だからギャラクシーなんかもそうですよね、この真ん中にあるのはこれがね一番いいんですよね。あと究極はこのカメラもないやつ、これがねゲーミングマシンのレッドマジックってやつなんですけど、これ埋め込まれてるんですよ中に。でその代わりなんか画質はあまり良くないらしいんですけど、まあインカメラなんでねそんなに問題ないんで、これ一番いいんですよね。で昔ね結構 ASUS とかカメラが起き上がるやつとか、あとこう中からね出てくるようなやつとかもあったんですけど、そういったギミックのやつって最近ないですよね。まあインカメラをなくするためにそこまでする必要があるのかっていうのが、まあ一般的な考え方だと思うんですけど、これやっぱりいいですよね。あと楽天のやつも一回出ましたよね、画面の下に埋もれてるやつ。ただこれはあまり普及はしなかったですね。でもこれ一番かっこいいですよね。これなんかね縁も全部こう均等なんで、見た目すごいスッキリするんですよ。これね昔のシャオミの Mi9T っていうスマホなんですけど、これがねインカメラ立ち上げるとここからねカメラがねせり出してくるんですよ、ニューってで顔認証にもこれ対応してて、結局顔認証するたんびにねこれがこう出てくるんで、ちょっと動作がね鈍いというか、こう出てくる分だけやはりタイムラグがありますよね。あとこれも同様で、ゼンフォンのね昔のやつですね、これもねカメラがこう背面から起き上がってくるんですよ。なのでこのメリットっていうのが、カメラがねインカメラでもアウトカメラでもこのいいカメラが使えるっていうところではあるんですけど、これいちいちねインカメラ使うときにこうモーターで起き上がってくるんで、これもねちょっと凝りすぎっていう感じですよね。
あとセンス8なんですけど、この指紋認証ですね、これがね電源一体型になりました。これ嬉しいですよね。で去年ねこれ買った時にこの別々のやつね、これがねって思ったんですよ。なんでこれ一体式じゃないのかなっていう、なんか小出しにしてんのかなぐらいのね感じに思ったんですけど、これがね指紋認証電源一体型だとここいらないじゃないですか。そうするとこの下半分全部開くわけですよね。こっち何もないんで、でこれ車でねホルダーとか使う時にこういう風になるので、こう下半分はね開いててほしいんですよ。で最近はね背面のやつとかはもうなくなってますけど、やっぱり電源一体型が一番使いやすいですよね。あとセンスの6かなんかは画面内の認証になってたんですけど、これがねまた最近少なくなってきてるじゃないですか。っていうのが反応がねあんまり良くないんですよね、どこのやつも。僕も3つくらい使ったんですけど、結局あのなんかフィルム貼ったりするとね反応遅くなるみたいなんですね。だから過去使ったやつ全部そうなんですけど、やはりちょっと反応が悪いんで、横についてるね電源ボタン一体型が一番理想ですよね。あとスピーカーですかね、スピーカーはシングルそのままっていうことかな。あんまり携帯でね音出して聞いたりはしないので、別にそこはね僕は問題ないんですけど、割とステレオスピーカーだったらっていう声って結構ねネット上ありますよね。あとねこのミドルクラスのこのライバル機なんですけど、これは10マーク3だったかな。で今度ね Xperia の最近出たやつ、今年出たやつも見たんですけど、なんかだいぶ酷評されてるっていうか、 SoC もね 6Gen1 じゃなかったんですよ。695の 5G なんですね、そのまま。あとステレオスピーカーにはなってるんですけど、なんせね値段高い割にはあまり進化がなかったっていう評価多いですよね。でこれもね割と使いやすいんですよ、この握りやすさっていうかね、縦長なんでこの幅がねすごい持ちやすいんですよこれ。であとデザイン的にもこのベゼルがね Xperia って細いんですけど、でこの Xperia って前のデザインはねすごい好きなんですよ。まあベゼルレスではなくて上下にこの縁はあるんですけど、これ均等なんでね割とスッキリするんですね。あと横はすごい細いんですよ。で今回新しいやつがこの横のベゼルがねちょっと太くなったんですよね。なのでこう見た感じね退化してるなっていう感じするんですよね。これね本当ね全画面だったらねしはいいんですけど、はい。そんなところでね来月また新しいの出たら買おうと思うんですけど、 SIM フリーがね3週間ぐらい遅れるんですよね。なので一緒にこう出てくれたらいいんですけど、なんかキャリア版とかと2週間3週間遅れて出てくるんで、まあそれしょうがないですよね。なので多分今年も11月の20何日ぐらいに発売になると思うんで、まあ SIM フリーの方はねキャリア版よりも多分安いんで、まあこれ非常に買いやすいですよね。5万前後で買えるので毎年買えてるんですけど、これがね例えばその10万とか20万とかねするような携帯ってなかなかその毎年って買えないじゃないですか。だから iPhone とかね好きな人ねよくね買えてるなって思うんですけどね、この辺だと毎年買えてもそんなに苦にならないって言ったらあれですけど、まあ買いやすい価格ではありますね。はい、そんなところでねまた楽しみではあります。また来月楽しみにして、また買ったらレビューしたいと思うんですけど、これまた黄ばんできたな。もう1年ぐらいでねもうかなり黄色くなっちゃうんで、だいぶもう黄ばみが出てきてるんでちょうどいいですね買い替えは。はい、そんなところで、ね、以上でございました。